はじめまして、ヨガインストラクターの高橋圭一です。今回は、ゆがみ直すのヨガ講座に興味を持っていただいてありがとうございます。このゆがみ直すのヨガ講座ですが、体の左右のゆがみとか、こう体の左右に、そしてやりづらい、そういったところを直したり、あるいは、背中で、ね、こう手を組む、背中で手を組む、どっちかがやりづらい、そういったのを、直したり、あるいはこうして足の裏を、ね、合わせていくと、下に左右の体に違いが出てくる、そういったことに対して、ね、それを修正していく、そういった講座になります。はい、この講座はですね、こう聞いただけで、ね、本当にこんなことできるのって思うかもしれませんが、この体を使うとき、やりづらいことというのは、そこの筋肉が硬くなっているんですね。ですから、そのやりづらいことを回数多くしたり、あるいはこう適度な刺激を、ね、加えたりして、修正する、そんなやり方になります。そう聞いてもね、ちょっとね、ヨガね、やっぱり、いや、それは確かにいいんだけどね、ちょっと私には、ヨガ、体が硬くて無理かもしれない。そう思われる方が、ね、いらっしゃるかと思います。ご安心ください。私も私もでしたし、体を、ね、横にして休む時間があるんですね。具体的にはですね、こうして体を横にしてこう休む、泣き殻のポーズといいますが、こうして、ね、休みます。こんな風にね、ヨガのポーズで体を、歪みを、ね、直した後は今のように横になってやる。でまた次のポーズで、またやる。こうして体をね、ちょっとヨガの動作で緊張させた後は、体を休ませる、叱るですね。この緊張と叱るを繰り返すことで、だんだん呼吸が深まって、集中も深まる。そして気持ちが穏やかになっていく。実はここがポイントなんですね。穏やかな気持ちをね、このままのヨガの時間で作っていくことにして、そして、いずれは普段の生活でもね、いつでも心が穏やかな状態にしていく。たとえ、ね、何かの際に気持ちが、ね、落ち着かなくなっても深い呼吸で気持ちを穏やかにしたりしていく。それを目的にしています。ですから体が硬いから全然立ちのことで別に硬くても結構ですから、体を動かして休む時間もありますし、体重が重ねていくうちにだんだん柔らかくなっていく。ですからね、ぜひ気軽にね、この歪み直しのヨガ講座、体験にしてみてください。お待ちしています。以上で終わります。ありがとう。